こんばんは、日常演武です。本日はこちら、楽天のネット通販で買った冷凍団子7種類を食べていきたいと思います。なんで今日団子を食べるというより食べたくなったかと言いますと、もしかしたらご存知かもしれませんが、現在私はゲーム実況チャンネルにおいてモンスターハンターライズサンブレイクライブ配信してるんですけど、そのゲームの中でスプレイヤーキャラクターがの力を発揮するために食べているのがお団子なんですよね。あれ、自分のプレイとか、あと他の配信者さん、投稿者さんのプレイを見ているたびに、あ、団子美味しそうだな、食べたいなって思っていたので、今回ちょっとネット通販でいいお団子を見つけたので買ってみました。もうすでに、もちろん冷凍といってももうすでに解凍済みで、おっとっと、結構大きさがあるということで、どんな味になってるのかな、7種類の味どれが美味しいのかも含めて早速食べていきたいと思います。ではいただきます。おおで、大きさに加えてしっかりとした噛み応えがある、いや大きさがあるからこそしっかりと噛み応えがある。でその後に広がってくる甘辛さや優しい甘さが本当に美味しい。口の中でふわっと広がってくる風味がいかにも心落ち着く菓子といった印象ですね。ゲームのキャラクターもこういうお団子を食べて力を出しているのかなぁ。いろんな味も食べてみたいなと思う反面、今の味をもっといっぱい楽しみたいとも思う。中でも一番美味しいのは、優しい甘さとともに、やしがちゃんとひわっと広がってくるなぁ。が一番いいかも。何が一番良かったのかは、この後すぐ。というわけで、本日は冷凍のお団子7種類を食べ比べてみたわけですが、まず、どのお団子も生地がしっかりもちっとしていて、しかも大きめなので、結構食べ応えがあるので、一本口の中で噛むだけでも結構満足感を得られましたね。その上で、まず最初に食べたよもぎ団子は、口の中でよもぎの香りが結構ブワーッと広がってきて、優しいんですけど、どっか強さも感じるような味わいを楽しむことができました。続いて食べたみたらし団子の甘辛いタレは、口の中でじわっと広がってくるのですが、ちょっと団子が大きいので、タレが少なかったかなと思います。ちょっとタレ多くても、その次、紫芋団子と、さつまいも団子。若干味に違いはありますが、どちらも優しく包んでくれるような甘さを口の中にじわっと広げてくれました。さらに、そのまま、その次に食べた小豆だ。ダイナゴン小豆と書かれてましたね。このパッケージの裏側を見るのは、小豆のほっこりとした、心落ち着く味わいと、団子というシンプルな組み合わせでありながら、どこか奥深さを感じる、そんなお団子になって、そして、その次に食べた、丹波栗でいいんですよね。丹波栗あんは、栗の優しくも、どこか香ばしさがある甘さが、口の中で噛んだ瞬間にもちっとした食感のにふわーっと出てきて、だからな、栗だけを食べるよりも団子だけを食べるともまた違った、それぞれ高め合っているような味わいがあって美味しい。で最後に食べた抹茶、栗の優しさから抹茶の香ばしさと奥深さに変わったことで、口の中でぶわーっと奥深い抹茶の味わいを最初から最後まで弾力とともに楽しむことができて美味しかった。今回食べた7種の中だと、丹波栗あんが一番優しさが強くて、噛んだ瞬間にうわっと感じ広がってきました。強烈に主張するのではなく、どうか優しさを持つような癒しの甘さと合わさっていて、とても美味しかったので、今代表として5点とさせていただきます。というわけで本日は、モンハンライズサンブレイクで団子を食べていたら自分も食べたくなったので、楽天市場で買ったお団子を食べてみた動画でしたが、あなたは気になりました？一応動画の概要欄に買った商品へのリンク貼っておきますね。そしてこれからもこちらの動画とモンハンライズサンブレイク動画、さらに言ってしまえばゲーム実況動画も共に応援していただけるととても嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演武終演。